どうも、わざくらです。今回の動画は、こちらのね、産卵セットを、割り出していく動画になります。こちらの産卵セットはね、だいたい40日くらい前ですね。今年の6月の26日に、ミヤマクワガタの産卵セットを組んだものになります。で、今日がもうね、8月の8日なので、セット組んでからもう、40日くらい、経過して、結構ね、中でメスが動き回った形跡があるんで、もう多分卵を産んでると思うんで、ちょっとね、今年もミヤマクワガタの産卵セットのね、割り出しをやっていきたいと思います。それではね、産卵セット割り出していきましょう。はい、それではね、ミヤマクワガタの産卵セット割り出しやっていきたいと思います。よし。開かね。中は、こんな感じですね。まずはね、ちょっと、この、ゼリーのカスとか、転倒防止用に入れた水ゴケオとかをね、ちょっと回収していきましょう。あ、メスいる、あ、メスお亡くなりだ。メスお亡くなりですね。これセット、詳しいセット内容は、ちょっとね、前回の動画見てほしいんですけど、結構ね、その、産卵セット入れるときに、すでにね、メスが結構、寿命間近というか、顎先も結構摩耗してて、やっぱね、野外品で多分ね、活動結構した後の個体を産卵セットに入れたんで、いや、これもね、産んでるかどうかちょっと不安はちょっと残るんですけど、まあ、ひっくり返して、ちょっと確認してみましょうか。よし。出ました。あ、いる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 。幼虫。いや、とりあえず、成功ですね。ミヤマね、産むときはすごい産むけど、産まないとき全然産まないんで、一昨年ね、やっぱ失敗したりして、今年はどうなるかわかんないんですけど、しっかりね、ちょっと見ていきましょう。パッと見ね、今の1匹以外、あ、でもいるわ。今そんな、たくさんは産んでないけど、いますね。あ、いますいます。幼虫。もう幼虫ですね。全部処理幼虫ですね。やっぱり黒土混ぜるのが正解だったのかな。とね、今日の動画はコロナから復活して1本目の動画なんで、ちょっとね、声がおかしかったりとか、ちょっとね、途中咳しながらの撮影になっちゃってるんで、飛び飛びなんだと思うんですけど、一発目で、しっかりね、ミヤマ取れてくれてよかったっすね。ただやっぱね、ミヤマ、親の状態はそんな良くなかったんで、爆産ってほどではないと思いますね。産むときほんと50匹以上いっぱい産んじゃうんですけど、今回ちょうどいい数で終われそうな、やっぱりマット固く詰めたところにいますね。この硬い玉を慎重に崩していって、今回ね、管理温度はだいたい24度くらいで、やりましたね。やっぱね、どうしてもミヤマ標高高いところにいる、涼しいところにいる虫なんで、暑すぎるとね、良くないんですよね。それこそ多分27度とかね、超えてくると良くないんで、まあ、なるべくね、クーラーの効いた室内で管理してあげるのがいいんじゃないかなと思います。あ、ちょっと待って、追加が、あれ痛い？あ、痛い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 。あ、これ、孵化したてですね。頭が大きい。本当にこの2匹も孵化してまだ2、3日って感じだと思いますね、これ。すごいちっちゃい。いる場所にまとめていますね。こちら。ケースの中でもいっぱいいる場所と、なんかそんないない場所と分かれてて、ここすごいいる。まだまだ出ますね。あ、なんかね、卵あったんですけど、これちょっと形がね、細長い。こういう感じ。これちょっと無精卵かもしれないですね。一応確保。ミヤマね、結構幼虫期間長いんで、今年今得られてるこの幼虫は、多分ね、成虫になるのは来年くらいなんですけど、これ活動開始するのがね、再来年くらいになっちゃうんですよね。あ、卵、これ結構膨らんでるんで、もう孵化が近い卵ですね。これはちょっと瓶カップに小分けしておきましょう。ここ卵ゾーンだ。また卵。奨励幼虫。よかった。それなりに、やっぱ産んでくれてますね。こういうね、ケースの底の方の、塊から幼虫とかまだまだ出ると思います。あれ意外と出ないな、この辺。あ、また卵。あ、まあ、ここ多いな。一気にね、卵3つ落ちてきましたね。やっぱ産む時まとまって産んでも、あ、またあった。この辺卵ゾーンですね。結構膨らんでるんで、この辺は有精卵がいっぱい。これ孵化したて。まだね、卵の殻ありますね、これ。殻も一緒に扱ってあげた方がいいのかな。なんかね、一説によるとね、幼虫の卵の殻には親由来のねバクテリアみたいな酵母みたいなのがついてるらしいんですよね。また卵、これも孵化したての卵の殻とそれ幼虫、結構孵化してるタイミングの幼虫多いですね。とりあえず今ねダマを全部潰したんですけど、まだ多分取りこぼしありそうなんでしっかりね確認していきたいと思います。まだね卵取りこぼしありましたね。なんかね感覚的にねミヤマは他のクワガタと比べてやっぱ卵もね孵化するのがちょっと遅かったりとか、それ幼虫もね成長がちょっとゆっくりな印象ありますね。やっぱねオオクワとかヒラタとかノコギリの方が結構ね早く孵化して成長してくれる印象ありますね。はい、もう一通り結構マット確認したんですけど、多分ねもうこれで、回収し忘れないかな。あ、いやあるあるある、ちょっと待って、今どうしてもあれですね、取りこぼしありますね卵。まあでもキリがないんでこの辺でちょっと締めたいと思います。あ、いやダマの中にあるな、まだ卵。ちょっとダマ潰そう。こういうね細かいダマとか潰していくとまだ卵とか意外とあったりするんで、ちょっと念入りに、ということで、まあ、今回ねミヤマクワガタの産卵セット割り出しで得られたのがこちら、それ幼虫が全部で13匹ですね。13匹得られました。で卵がしっかり数えてないんですけど、まあ、10個くらい、ちょっとねこの中に入ってます。ミヤマにしてはそんな多くないんですけど、まあ、今回大体このセットで大体ね20前後くらいは次世代をね得ることができました。一応ねこのプリンカップはちょっとね産卵セットのマットをしっかり入れてあげて、孵化するまで、ちょっとねこの状態で管理していこうかなと思います。今回ねこの後ちょっとね個別管理するケースが実はちょっと今手元にないんで、一旦ねこれ今回産卵セット割り出したんですけど、一度やっぱねマットを産卵セットのケースの中に戻して、そこでそうですねもう2週間くらい、ちょっとまだねそれ幼虫もちっちゃいんで2週間くらい待ってからもう一度ね掘り出して、個別管理みたいな方法でいこうかなと思います。まあミヤマね集団で飼うとやっぱね個体同士噛み合っちゃったり喧嘩しちゃって殺し合っちゃったりっていうこともよくあるんで、あんまりね集団で飼うのは良くないんですけど、一時的にねまあ最初の2週間くらいだけちょっとねこの産卵セットのこのマットを食べさせてから、まあでもそうですね二例幼虫になる前くらいにはねなるべく個別管理に切り替えて、大体幼虫はねこの 800ml のボトルに新しいね幼虫用のマットを詰めて、そこに投入みたいな形でちょっとねミヤマクワガタ管理していこうかなと思います。まあ、去年はねその方法で飼育して、今ちょうどね成虫に羽化するかどうかみたいな感じですくすく育ってて、このラインもできる限りね大型化目指して、やろうと思ってますのでね、ちょっと一旦は産卵セットに戻すんですけど、まあ、大型狙いで、ちょっと今期もねミヤマ飼育していきたいと思います。ちょっと戻しましょうか。やっぱね幼虫もねなるべくね今回産卵に使った黒乳マットみたいな栄養価があんまりないようなマット食わせるよりは、新品のね幼虫飼育用のマットを食わせた方がやっぱ大きくなるんですけど、初齢幼虫とかね今回掘り出したもう孵化したての土初齢とかだったりすると環境変化に、ね、耐えられなくてそこで落ちちゃうっていうこともあるんで、まあ、一旦はねボトルの準備もないんで一度ねこの産卵セットに戻してから、その間にねボトルの準備をして、まあ、この8月中にはね幼虫をボトルで個別管理できるようにしたいですね。ここに一応取れた卵、ちょっと卵もポロポロばらまいといて、こちら得られたねそれ幼虫たちもパラッとこんな感じですね。で上からマットをザザッとかけて、よし、はい、こんな感じで上戻しちゃいましょう。はい、という感じで、まあ、今回はねこちらのミヤマクワガタの、大体ね40日くらい経過した産卵セットを割り出して、まあ、幼虫卵合わせてね20個以上、得ることができました。まあ、ミヤマはねほんとうまくいくと50個以上ね卵を産む結構多産種なんで、この結果はねやっぱりそのメスの状態がもうねそんなに良くなかったっていうのがあるんですけど、まあ、それでもね、まあ、しっかりね産んでくれてよかったですね。まあ、20匹もいればね全然まあ類大する分には結構ね十分な数なんで、というか結構管理しやすいちょうどいい数なんで、まあね良かったんじゃないでしょうか。で一応得られた幼虫はそうですね、こちらの 800ml のボトルに発酵マットを固く詰めて、そこに投入して、でカニ温度は夏場は22度前後なんですけど、冬場はね17度くらいまで下げて低温でじっくり飼育しようかなと考えてます。で基本1本目は800で管理するんですけど、半年くらい経過してオスはね途中1400とかでかい容器で管理して、ちょっとね70ミリ以上の大型の深山をね羽化させようと、ちょっと頑張って飼育していこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。今回ね今年採取した深山をこんな感じで産卵させたんですけど、去年ね産卵させてもう幼虫が育ってて、一部の個体ねもう成虫にね羽化してるのかな、さなぎになってる個体とかもいるんで、ちょっとね夏のうちっていうよりは夏過ぎてからになると思うんですけど、またね去年の分の深山は成虫になったらね成虫掘り出しやっていこうかなと思いますので、深山気になる方はね楽しみにしていただけたらなと思います。それではね、今回深山クワガタの産卵セット割り出し結果になりました。ご視聴ありがとうございました。またね次の動画もよろしくお願いします。では失礼します。